小池屋お米心地芳醇ウニ、発売日は2023年1月16日から、価格は108円。お米に鰹節を練り込んだお米心地やって、国産米粉 100%。 ウニが美味しそうですね。裏側はこんな感じ。開けていきましょう。開封。薄いなね、結構あみあみしよるね。ねえ、格子状。香りは魚介って感じする。あー、魚介って感じする。ウニかどうかわからんけど魚介って感じする。ほっ、食べてみましょう。いただきます。いただきます。ウニ、ウニ分からなかった。カツオ、ウニ、カツオがすごく強くて美味しいと思った。網目が面白いね。せんべいみたいな。確かにせんべいっぽい感じも分かるわ。食感軽い。うん、サクサクで軽い。うん、魚介、カツオの香りがすごいね。ウニの苦さ、うん、感じる。美味しい。美味しいね、これ辛くて食べやすいね。うん、生地に練り込まれた鰹節とウニの風味感じました。口どけの良い食感が次々に食べちゃうよ。見かけたら食べてみてね。